エドワルト・フォルツナートは、バーデン・ロー・ヘン・キョハク、後にバーデン・バーデン・ヘン・キョハク。バーデン・ロー・ヘン・キョハククリストフ2世とその妻で、スウェーデン王グスタフ1世の娘であるセシリアの、間の長男として、両親の滞在していたロンドンで生まれた。イングランド女王エリザベス1世が、先例の大母となり、女王は、ローデマ・ヒエルン・ヘン・キョハクの死死に、自分の創生した弟と同じ。 エドワルトの名前を授けた。エドワルトは母親譲りのカビで浪費好きな性格に育った。1575年に父が亡くなると10歳でローデマイルン返境博家を継いだ。1588年に本家筋のいとこであるバーデンバーデン返境博フィリップ2世が独身のまま死ぬと莫大な借金を抱えたバーデンバーデン返境博領を相続。 ローデマヒエルン偏境白領は弟のフィリップ三世が相続した。エドゥアルトの贅沢な暮らしぶりのせいでバーデン・バーデン偏境白化の財政状況はさらに悪化したため、エドゥアルトは偏境白領をフッカー家に対応、ないし売却することまで考えていた。1591年3月13日、エドゥアルト・フォルツナートは ブルッセルの指定で、平民女性のマリアバン・エイケンと秘密結婚した。マリアの身分の低さのために、この結婚は合法とはなり得ず、間に生まれる、子供たちの身分も保証されないと予想された。エドワルトはこれに対し何とか、打開策を用意しようとしたが、結局この結婚は、帰戦結婚とみなされることになった。エドワルトは1593年5月14日に、 バーデンバーデンの法園バーデン庁でマリアと二度目の今度は公開での結婚式を挙げ実際に正式な手続きに則っ,った結婚だったのかという最初の結婚に対する疑いの目を晴らそうとした。同年7月30日に長男ビルヘルムが生まれた時点ではエドワルトとマリアの間の子供たちが相続権を有するかどうかという問題は少なくとも議論がある状況だった。 一方、同族のバーデンドゥルラ派辺境白、エルンストフリードリヒとその弟のゲオルクフリードリヒは、マリアの産んだ息子が継承権を持つことを認めず、これを口実として、バーデンバーデン辺境白領を占領した。この事件は、オーバーバーデンの占領と呼ばれる。このためエドワルトは妻子を連れて、避難を余儀なくされた。辺境白領を失ったエドワルトは、 同じ1594年に偽金作りで大金を獲得しようと夢見て、イーブルクに錬金術の工房を建設して、イタリア人の錬金術師、フランチェスコ・ムスカテッリとその助手のパオロ・ペスタロッツィを呼び寄せた。占領者のドゥルラハ編教博から嫌がらせを受けたエドアルトは、報復として自分が呼んだ二人のイタリア人、錬金術師にドゥルラハ編教博の独殺を依頼した。 しかし計画は失敗し、ムスカテ・リト・ペスタ・ロッツィは、ドゥルラ派で、八ツザキの刑に処せられた。エデュアルト本人は追って逃れ、シュポンハイム伯領のカステルラウン城に避難した。その後は、ネーデルラントとポーランドで、スウェーデンとの戦争に従軍している。1600年に34歳の若さで突然死した。死因はおそらくアルコールの大量摂取だった。意外は、 モーゼル川沿いのエンゲルポルト修道院に埋葬された。妻のマリア・ヴァン・エイケンとの間に4人の子女を設けた。ありがとうございます。